エゴちゃんとクマちゃんが見た。え、やったことあるよ。やったことある気がする、公園で。え、絶対あるよ。でも出てこないわ。はい、ある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 、やってる。シャッフル公演かな。クマちゃんがズボンで私がスカート履いてる。若いな、かわいい、若い。何歳くらい？わかんない。どうだろう。でも高校生になってるんじゃないかな。髪の毛巻いてるから。意外と、意外とある。気づくらいしてくれなきゃ私にだって。エゴちゃん一番誰とでも共演してるんだ。どういうこと？どういうこと？高校生になる前なんで巻いちゃダメなの？なんかそういうルール昔から。なんでだろう。制服の上のイメージがあんましない。え、嘘。めちゃくちゃでしたよ。制服の上は結構やってました。ミレイちゃんとの狼みたい。誰も得しないでしょ。ミレイちゃんももっと若いことやったほうがいい。2015年5月10日ってことは15歳か。服じゃないでしょ。もう許して、制服一緒に着たんだから。30秒。ミレイちゃんと筋肉、ちょっともうダメよ。ミレイちゃんとはできない、まだできない。
メでしょ。ミレイちゃんにはもう雨の動物園やっててほしい。まだ中学1年生だから、もっと可愛い曲をいっぱいやってほしい。そうそう、ウィンブルドンとかやってほしい。そういうこと。じゃあドンちゃんと、じゃあって言われるドンちゃんがかわいそうだわ。でもドンちゃんとユニットやったことない気がする。それこそ私が初めてクロスやった時はドンちゃんと一緒にやったんだけど、でもなんかすごい仲が良くなってからはやった記憶がない。ドンちゃんとユニット、誰とユニットやってみたい？誰とやってみたいかな。それこそもうやいろんな人とやってるからな。なんだろう。ピオス、リカちゃんとは制服レジスタンスやったり。ルーちゃんとなら、ルーちゃんか、何がいいかな。やば、何この結婚して、結婚してやば、そんなエフェクトみたいなのあんの。青海さん、青木りかちゃん、確かに若い子とはやってないかも。でもルーちゃんと、あれ？ルーちゃんとやったよね、一緒に。ルーちゃんと優香さんとウィンブルドン。オシリン、オシリンとは最近やったから。ベッドの右の壁、石津さん、石津さんが確かに。でもなんかまだ10期とかはあんまユニットやってるイメージがないからいいよね。ルカと2人でも、ルカとのシンメ好きなんだよね結構。ルカちゃんとシンメ、ピトミ、でもミナルさんとは一緒にやったことある。あれ、わがままな流れ星、もう耐えてる間に。いいよね、あのルカとレオナちゃんとの思い出以上めっちゃ良かった。あれ好きだった。ジュキは12周年で、ああ湘南ね、湘南、湘南だって、湘南やりたい。でもまたみんなと、リカちゃんとミキちゃんと
あとはやかちゃん、はやかちゃんとかのんちゃん、すずらんとおしめし、やだ緊張しちゃう。そんなやったことないと思う、すずらんさんとユニット緊張しちゃう。ひめたんとまなずし、いやもうあの足の長い人の横に並べん緊張しちゃうよ、すずらんさんと二人のユニットなんて。マキコさんと楽しい曲楽しい曲やばい。何このちっちゃい、ちっちゃいのがいっぱい飛んでるわ、ありがとう。タツノトシゴ、ちっこいな。何これ、なんでこの水族館みたいな。でマキコさんとはなんかほんともうそういうなんかふざけなしの曲 やってみたい。アクアリウムのイベント中らしい。そうなんだ。かわいい。なんかもうダンスの曲とかやってみたい。だって最近マキコさんとやってるユニットってさ、なんかウィンブルドンとかガラスのアイラビューとかだから、でそれこそ涙の表面張力をやりたいとかやりたい、ああそういうかっこいい曲をやりたい。ちゃんとしたやつ。エゴさんの窓際ラバー見てみた。窓際ラバーいいよね、好き。教室の片隅で恋をしてる。ねえこのなんかちっこいやつ何、ぴょこぴょこ飛んでるタツノオトシゴが。人でも飛んできてる、星に紛れて人手が飛んでる。
歌唱力はちょっと今年はちょっと分かんないです。かわいい水族館だね。かわいい。あ、金魚鉢みたいのも来た。かわいい。その落とし子。いいな。水族館行きたいな。水族館出来上がってる。かわいい。チンアナゴもいるし。水族館できてる。人で貝殻。辰の落とし子結婚してなんで人で辰の落とし子貝殻。人で辰の落とし子チンアナゴ。かわいい。辰の落とし子めっちゃかわいい。ちっこくてかわいい。いっぱいありがとう。辰の落とし子。確かにお家で水族館。お家水族館。体調良さそうで安心。え、めちゃ元気。めちゃくちゃ元気です。スクランブルエッグ編集長が実況してる。ねえ、何？何？マキコさんとはふざけなしの曲をやってみたい。今ギフタンメン食べてる。え、なんかあかねちゃんが美味しいよって教えてくれた。ラーメン先輩が。ラーメン先輩とは
よく LINE してます。火鍋の約束はしてない。辛いの私食べれないから。ラーメン先輩とラーメン食べたことあるよ。でも私本当にラーメンわかんないから、もうあかねちゃんがなんかここ行ってみたいって言ったとこに一緒について行ってた。最近は行けてないけど前にね。うん、あと1分で終わり。楽しい水族館をありがとうございました。1時間半ありがとう。楽しかったです。顔白いな。元気褒めてるよね。褒めと言葉だよね。元気です。またいつかどこかで。ありがとうございました。バイバーイ。